変えてちゃう編集部のポコです。この度始まりました新動画、その名も閉店チャンスガールズ。本日8月11日水曜日、お邪魔しているのはプレイランドキャッスル熱田店さんです。この動画は閉店間際に店内状況を見ながら実践をしていくという企画になっております。早速店内状況の方を見ていきましょう。ゴー。店内にやってまいりましたので、ジャグラーコーナーの状況を見ていきたいと思います。こちらのゴージャグが合算129と優秀な台になっております。こちらのスーミラも合算123と合算になっております。先ほど私がちょっと店内状況を見た時に、こちらの稼働している台の平均合算が130分の1とすごいビッグ31、レギュラー38とゴリゴリな台もあるので、ここら辺並んで入ってそうな感じがします。でこちらの SIM ビッグ24、レギュラー24、合算はそんな良くないんですけれども、出玉もあっていい感じです。これにします。レギュラーの回数はちょっと弱いんですけど、まあ、合算だけ見た感じで中間以上はあるかなということで、こちらの台でいきたいと思います。それでは実践スタートしていきたいと思います。 SIM ジャグラーでの実践となります。レッツゴーゴー。それていきます。ビッグ欲しいな。緊張する。じらすね。これブドウテンパってるから、ビッグ、あーレギュラーでした。入ってるのは
ですよね。で、マイジャグ4がまとまっていい台があった感じです。別組とかもしていて、あそこはまとまって上なのかなと思います。で、ゴージャグの方が3台並びでいい台がありました。SIM ジャグラーなんですけれども、緑パネルが20台、赤パネルが8台となってるんですけれども、赤パネルの方がいい台の割合が高いかなと思います。47回転でございます。ではどっちでしょうか。ほっ、ねえ、なんでレギュラーボーナスです。こっから当て巻きおります。許される限り、あ、流れで。頼むよ。なんかもう願わくばビッグを引いて、そのビッグ分丸々もらって終わるみたいな。それが理想です。マジで時間ない、マジで時間ない。投資は9000円です。いやー、マジでお願いビッグ、ちょっと本当にだーだー、なんで。いや、でもあの、これで当てればいい、これでビッグが引ければいい。本日の実践結果を発表したいと思います。投資の方が414枚、回収が131枚で、収支がマイナス283枚と、ビッグ0回、レギュラーが5回、トータルが5回ですね。打ち始めの連チャンでもう初回から伝説作れると思ったんですけど、
レギュラー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 でなかなか出玉は増えずと、状況が良かったジャグラーコーナーなんですけれども、スーパーミラクルジャグラーは角2がいい台が並んでおりました。ゴージャグからは3台まとまっていい台がある感じでした。マイジャグ4は合算とかもすごいよく、レギュラー確率とかもいい台がまとまってたのですごく盛り上がってました。SI ブジャグラーなんですけれども、緑パネルが20台、赤パネルが8台とあったんですけれども、赤パネルの方がいい台の割合が多かったかなと思います。それでは本日の閉店チャンスガールズは終了となります。最後にいいデータをまとめておきましたので、ぜひご覧ください。ではありがとうございました。バイチャナリー。Yeah.